錆びてたぞこら。一応この報告をするんやな、多分。錆びてましたよ。50年経ってるからなのか。どうやらその顔はついに伝説の剣を手に入れたようじゃな。わしの教えが役に立ったであろう。感謝するのじゃぞ。どれどれその剣とやらをこのわしにも見せてみ。うわ、なんじゃこれは。まるっきり朽ち果てているではないか。いや、50年経ってっからね。これはどうしたものかの。お、そうじゃ。かつてダーマの神殿のあったあたりからまっすぐ南に行ったところに町があったの。町の名はロンガですよ。いかがわしい者がたむろするならず者の町じゃが、その町に代々伝説になるほどの凄腕の鍛冶屋の家系の者が住んでいたの。何も古いことなので今でもいるかは知らんがの。よし、助けついでにこれをやろう。おお、デセオのパス。これで入れてもらえんねや。よし。よし。オッケー。エモモダで。いけますぜ、いけますぜ。ちょっと、ただ、私ちょっとスライムナイトを仲間にしに行きたいと思っておりますので、メダル王は、夢の世界やな。一旦ダーマに飛んで、仲間にするためにはどうすればいいんやろう。魔物使いを大量に連れていけばいいのかな。魔物使いのマスターやん。今、ハッサンはマスターになれるんですけど、そうやったら仲間になりやすいとかあんのかな？わかんないですけど、とりあえずじゃあちょっと魔物使いに転職して。まあ、マスタリーですけどね、こいつは。いいよ。どうせレベル低いところやから、多分、大した経験値にはならんと思うから、とりあえずちょっとこれでいこう。あ、もう戦闘メンバーだけでいいのかな。一人なってりゃ十分な可能性もありますけどね。適当にやっていくか。ていうか、だいたいちょっと待てよ。馬車って何人乗れるんやろ。それもあんまり定かじゃないぞ。よく考えたら。8人ですよね。8人としたら、テリーがもし入ったら、ちょっと待てよ。もうほとんど。これ、モンスターの居場所そもそもない説っていう、ことにもなるな。モンスターの居場所がないんだが、あれはどこやったっけな。うわ、来てる。こんなとこ来てる。あの祠みたいなとこよ。あれどこやったっけな。どこでしたかね、あれね。レイドック付近じゃなかったっけ。忘れたわ。あれどこやったっけな。なんかこのベッドで飛んでる時はよく見かけてたんですよ。あれどこやったっけな。ベッドで飛んでる時はよう見かけてたんよな。あれどこやったっけな。レイド、ここは塔があるだけやね。こういう感じで南の方に行ってなんかイベントをやったんですよね。こっちか。あれ、いや違う、ちょっと待って、夢の世界じゃないねや。そうや、あれは現実世界や。すいません、現実世界や、ごめんなさい。そうやそうや、現実世界の先メダルをしてくれ。現実世界の、レイドから南にちょっと行ったとこじゃないか。そうか。そうそう。だって確か光の状態から変わったんやもんね。透けてる状態から変わったから。うわー、あと1枚。惜しい。惜しいです。あと1枚。
奇跡の剣まであと1枚。どうなんやろ、奇跡の剣よりもそら伝説の剣の方が強いわな、多分。さすがにそこは、まあでも取っとくに越したことはないか。強いのはまあ間違いないでしょうからね。っていうかさ、ロンガデセオさ、カジノありそうじゃない？だって鳴らす者の町やで、カジノ来るんじゃないか、次のカジノが。ありえるよな、かなりありえるんじゃないかと思ってるけど。ここから違う、トルッカ、トルッカの南、トルッカ、ここから南行ったところ。頼む、当たっててくれ。違うか、あれ違う、トルッカじゃない、やっぱレイドック城か。あ、ちょっと待って、スライムも仲間になる可能性あるな。スライムでもいいか、可愛いし。スライムも欲しいな、てかみんな欲しいな、全部欲しいっすね。ここからなんか城出てって言われて、こっから南に来てみたいな感じだったんですよ。なんかミレイユについてきてみたいな感じで誘導されたんですよ。ん？これか？すげえ。あれもっとレイドックの南ぐらいじゃなかったな。あかん、見つからん、マジわからん。どこやったっけ。ミレイユと初めて会ったバッチやから、港町みたいなところ、ここか、ここか、ここや、ここの南や。あ、ここや、ここ、ここ、すいません、見つけた。これの下の方にある洞窟におるんじゃないかなと思うんやけど、ここや、ここや、多分ここに出てきとったと思うんすよね、おそらく。ここに出てきとったと思うね。ちょっと戦ってみますか。なんか仲間になりやすい行動とかってあんのかな。なんかね、なんか覚えてるのがね、なんか水がね、水っていうか、なんか鍾乳洞みたいなところ、あー、ほらほらほら、よし、当たってた、オッケー、よし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 、頼む頼む、来い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 、これこれ、来た来たわ来たわ。仲間にして、あいつ、奇跡の剣あいつに持たせてあげんねん。エースストライカーにするから、あいつを。かわいいやん、だってめちゃくちゃ。全員スライム系とかで行きたいな。勇者以外全員スライムで行きたいわ。全然やん。全然出てこへん。なんかモンスター、マスターボール的なもんないんかな。マスターボール的なもんないんかね、これ。もっと下の方行った方が出てくるかな。
最後に倒すとかそういうのも重要かもしれんな。これでも確率どれぐらいなの、低いんすかね、かなり。ちょっともうちょっと下の方行ってみよう。仲間もうここのレベルの雑魚やったらめちゃくちゃ弱いな。このイメージすげえ、このイメージやわ。この辺にいつもいっぱいおったイメージ。それにしてもでもなんか仲間にならないですよね、モンスターが。レッサーだけなぜなったんかわからんけど、もうなんでなったかわからんぐらい仲間にならんよね。なんか特技的なことあるんかな、魔物使いマスターとして。ハッサンちょっとなんか見せろや、ハッサンちょっとなんか見せてみろや。出てきよったら誘導捕まえるみたいな。うわ出た、なんかないんかな。お前なんかないのか。うわすげえこいつ、めっちゃなんかいろいろできるようになってるわ、すごいっすわ。これが魔人斬り。はい、あざーす。メタルスライムとかも仲間になる可能性あるんかな。ちょっと出てきまくってほしいですね。なんか出てくる率が低いよね。お、来た。とりあえず先メタルスライムでお願いします。なんかもっとめっちゃ簡単に仲間になるイメージだけど、そんな簡単なことじゃないのか。魔物使いのちょっとその仕組み自体があんまりよく分かってないので、魔物使いって仲間にするわけじゃないのかな。そもそも出よらん、そもそもなんか全然出ないですね。まずすげえ少ないな、個体数が絶滅寸前ですわ。そもそも出てこないですね全然。もっといっぱい出てくるとこありそうやけどな、スライムばっかりおるみたいな。もうここで仲間にしなさいよと言わんばかりの場所を大概作ってると思うから。出た出た、大丈夫、燃やして仲間になる子よ後で。ああ、これあれやね、もうちょっとレベル上げできるようなとこやったらいいけど、この弱いと戦闘の無意味さが光りますね。お金だけは貯まっていくけど、くわ出てこねえマジで。来た来た、ナイスー。誰もレベル上がらない、誰もや、
しーん。チャモロの物理でも死んでまいよるような雑魚やから、多分これ職業経験値取れてないっすよね。いやマジ出ねえ、なんか仲間になりそうなやつが出ねえ。あいつでも可愛いな、やっぱ見た目めちゃくちゃ可愛いですね、やっぱ。うん、確率低すぎひんこれ。あと1匹でやめる、時間がもったいない。というかそもそも他のやつも誰も仲間にならへん。もうちょっと仲間になってもいいはずですもんね。何かがおかしい。ドラゴラン一回使ってみよう。ドラゴラムは使ったターンで、あーいけるんや。あーでもそんな強くねえな。あーなんか思ったより強くないな。あれあともう火しか吐けへんだって意味ある？え、ドラゴラムってあんなんですか？え、ちょっと待って、じゃあもう炎を吐けるのに意味あるかな。そら使わんわけよね、あの後ドラゴンになったままでしょ。そら使うわけないわな、そもそもその日はけてしまうんやからさ。え、なんでそんなことしよるんや。ナイツ、あかん、やめや。シェン、二度と来へんからな、このとこほんまに。帰ろう、二度ともあいつの顔見たくない。でも5匹ぐらいでなんかスッて仲間になりよったようなイメージあるんですけどね、どの世界のやつでも。なんか絶対なんかあるんやわ、捕まえやすい方法とかなんかあるんでしょうけどね、きっと。ハッサン盗賊の続きやりますか。アモスは剣士としてテリーを超えてもらうからね。テリーを超えてもらう。テリー仲間に入ったらガチで対マンさせるし、アモスと。よし、アモスは武闘会。よし、ただね、パーティーに一人やっぱ魔物使いをちょっと置いときたいっていう気持ちがあるんすよね。その、置いといたらわかるじゃないですか。もうええか。どうせだって人入ったらもう、テリー入ったらパンパンやもんな。それはあるんですよ。テリー入ったらパンパンっていうことはあるんで。メンツがもうパンパンやもんね、二択埋まってまうからね、択がもう空いてない。お前でもマックス何人入れるんやろ。10人とか10人とかいけたらめっちゃ面白いけど、さすがにそれはないと思うんすよね。なんで仲間に入らんのやろ。なんで逆にレッサーは仲間になったんやろ。おい、あんた誰に聞いてこの町に来たんだ。よし、パ
パスを持ってんだよ。よし、ですよのパスを見せた。あんたらがあの方の知り合いとは。さあどうぞどうぞ。あの方の知り合い、ザム神官ってやばいやつなんだ。ザム神官ってやばいやつなんだ。裏の世界のドンみたいな。表では神父ね。もうゴッドファーザーみたいな感じやん。実は裏の顔はもうこの世界をならず者たちを牛耳るドンですか。お、カモス。ホックという腕利きの情報屋が逃げ込んだと聞いてやってきたのだが、やつは変装の名人でもあるからな。ほうほう。情報屋、あんたら見ない顔だな。盗み、恐喝、殺し、何をやらかしてこの町までやってきたかは知らねえけどよ。まあ、ほとぼりが冷めるまでのんびりしていくがいいや。いい人、いい人。大丈夫です。クン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 。なんもなし。なんやこの壁は、なんやこの壁は、なんやあの階段は。火事のありそうやったけど、なさ、ないか。なんか思ったよりボロいな。うわうわうわ、高っ。おお、来た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 。あ、チャモロに買い直すか、とりあえず。あ、ちょっと待って、まだ買えへん。ちょっと待って、売りまーす。ちょっと売ります。一応銀行にね、結構預けてるんで、買い物は割とできるんですけど、ただもしカジノがあった場合、元でもいるからっていうこともあるんで、あんま使いたくない、正直。だから、あんまり買いたくない。とりあえず魔法の盾買い直すかな。いや、もう覇者の剣も売ろう。水の羽衣とかいいね。ドラゴンメイル。うわー、バニースーツもいいなこれ。よく見たらあるやん。レッサー装備できん。あー、あかんわ。レッサーが装備できん、厳しい。わ、かっこよさ上がる。そうや、女性の、絶対女性のクラスもあるから、その時のために女性の服装もある程度買っとかなあかんもんな、よう考えたら。うわ、竹。ゾンビキラーときましたか。ウォーハンマーときましたか、これ竹な。バーバー。わしがこの町に来たのは何年前だったかの。血の気が多くて毎日のように喧嘩をしたもんじゃ。でもこの年まで生きてこられたのはきっとわしが喧嘩に弱かったからじゃな。喧嘩に強かったやつはみんな死んでしまったよ。伝説の剣職人がこの町に住んでいると聞いてここまでやってきたんですが、誰に聞いても教えてくれない。酒かい？はい。ブラッディームーン。綺麗だろ？まるで血のようだろ？人気のメニューさ。あそこにもなんかおるな。あいつちゃん？絶対あいつやん。うわあ、ほら。これ絶対こんなん買っといた方がいいんですって。蝶ネクタイとバニースーツでシルバートレイとか。完璧やん。それやったら。うわあ、買っときたい。うわ、あったぞ。カジノか。誰だって一つや二つは常に傷を持っているものさ。だからあんまり人のことをいろいろ嗅ぎ回るんじゃないよ。それがただ一つのこの街の掟さ。TKO の掟さ。違う。